皆さんこんにちは、ダバラーネ館へようこそ。ミンです。ルイージマンション 2HDC-2 地下の捜査じゃやっていきましょう。なんて言った今地下の調査じゃやっていきましょう。グッドニュースじゃ、ルイージ君。わしが星のコンパスを調べてみたところ、それにはなんと時計工場の地下へと続く入り口の座標が記されておったのじゃ。その場所はここじゃ。どこですか？また転送してくれてる。そこにあるハッチから地下に入れるようなんじゃ。結構地下って深い感じですよね、きっと。うわ、すげえ回ってる。それからの、この星のコンパスはそのハッチを開く鍵にもなっておるらしい。忘れずに持っていくんだ、ジョジョ。今日どうした？すげえ噛む。強いお化けの反応は今も地下の最深部から出ているようじゃが、そこにあるマップデータにはその辺の情報が全くないのじゃ。最深部には何が待っているのか、わしにはさっぱり見当もつかん。またあれかな、ボスがいる的な感じじゃないの？じゃが、時計塔のゲートに必要なパーツは最深部にいるこのお化けがきっと持っているはずじゃ。なんかカメラ設置とかしてないの？地下に入ったら最深部に続く道を探すんじゃぞ。気をつけて行ってくるのじゃ。わかりました。では行ってまいります。今回もここがスタートって感じだね。なんだっけ、遮断機ピッて上げなきゃいけないのかな。そうだね、開けなきゃいけない。え、ほう、ええ、なんでなんか上がってくんないんだけど。はいはい、上がった。距離的問題か。そしたらここを調べるって書いてあるけど、ここでいいのかな。違うか、場所はここ。なんか出てくるものとかある。こっちってこと。あ、なんかあるぞ。ここを調べろってことなのか。なるほど、前回こんなのがあったとは気づかなかったけど、なかったのかな前回。あ、で、こっから地下の調査が始まる的な感じ。うわ、ハッチだ。ハッチが出てきました。デッドバイデイライトでしか見たことのないハッチ。このハッチ入っていきましょう。うわ、びっくりした。まさかの、そんな入り方だとは思わなかったわ。え、地下休憩室？ここは地下への入り口、地下への道を探すは OK だけど、なんか入ってる。え、マジ？なんか爆発したんだけど。え、ちょっと待って、なんで、なんでよ君。ほう、もうこっち石を取り上げちゃうんだから。はいはい、回収回収、お化けの回収。よし、この石をなんかに、え、何？うーわ、何それ。よし、回収しよう回収しよう。いたずらっ子はもう全回収しちゃうんだから。よいしょ、オッケー。他にはいないのかな。で、あ、待って、これさ、さっきの重しのところに置けばいいとかじゃなくて、これをここ置いて、あ、なるほど、やっぱり合ってるわ。ここにルイージが乗った時にそんな感じで開いたんだね。なるほど。じゃあ他にこの辺取れる。あ、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 今家のあったぞ。これを回収して、宝石の絵か、あれはもらいましょう。宝石大事大事。あ、そのまま出てきてくれんの、ありがとう。じゃあ他のところも探索しないとね。この辺とかは何もないかな。他になんかできそうなとこありそうだけどな。もうないかな。とりあえずじゃあ奥行ってみますか。さあ、どんなところに繋がってるか。結構広くない？発掘場。こっちの左は行き止まりっぽいけど、え、もしかしてこれ、もしかしてだけどさ、これこっちに行って壊せるとかじゃないわ。すげえ、こっちを壊すんかなって一瞬思ってたんだけど、違うみたいですね。すっごいぐるぐるしてる、びっくりしちゃうぐらい。ちょっと右側に進んでって、あ、ここを壊すんだったんかな、さっきのやつ。
ぽくない？そこ壊せばさ、なんか開いたりとか。すごい、上にコインがいっぱいあったわ。うわ、出たか。もうこれも多分ここ壊すんでしょ。よし、壊れろ。オッケー、ここなんか行けそう。横に行ける。え、遺跡の渓谷。うーわ、なるほど、そういう風な生き方ができるんだね。すごい。じゃあここコインでしょ。やったで、こっち側にも行けるのかな。なんかあれか、久々に来ましたね、ここ。何をすればいい。全部開けろみたいな感じ。やだ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 、全部開けろってことだと思うんですけど、これは。はい、開けます。はい、で回収します。はい、 OK、 回収。うぃー、やば。で次はこの子。この子開けたい。この子、この子、この子。え、違うの。え、いいんだよね、きっとね。で、この子を開けて、よし。で、この子も回収して、はい。で、あ、ちょっと待って、もう一回。OK。あー、いっぱい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 。はー、開けられなかった。開けられなかったけど。でも、これ2匹開けた方がいいのか、もしかして。まあ、でも、もらえるだけね、もらっていきたいから、X、X よ、X。よし。で、こっちと、こっち。こっちも X 開けて、はい。で、2匹一緒に、こうやって回収しちゃえば OK。OK。あ、そっち行かないで。お願い。あ、回収だけさせてほしいな。ありがとう。よーし。え、全部回収できたんかな、さっきの紙幣たち。で、ここも多分コインがある。やったー。枯れ木からのコインは忘れちゃいけないですね。よし、ではこれで多分戻れるっていうことだよね。ほう。よし。あ、そんな感じ。え、待って、これ普通に進んでっていいのかな。いいのかしら。これの上とかなんかあったりとかしない。ここは扉があるとかじゃない。やめて、なんかいた、なんかいた、なんかいた。ガタガタしてる。あ、待って、これじゃね。うわー、何をしたらいいんだい。とりあえずクモさん、あ、やった。これは回収したいから鏡になってる。うーわ、はい。ダメ、どこに行ったの。んー、でもこの辺に出てくる。わ、後ろにいた今。え、はい、回収。こいつ一匹だけかな。一匹だけならいいんだけど。よいしょ、回収したいから。オッケー。いやー、コインも落とさないとは。コイン落としてくれたっていいじゃんね。あれ、ここなんかありそうじゃない。ここ、あ、ないか。壁沿いだからあるかなって思ったんだけど、どっちに行くべき。これこっち行くべきか。ちょっと開けられるね。発着場地か。もう一個の方はこっち行ってみよう。なんかさ、右側階段が見えてない。階段っぽいけど違うのかな。うわ、連絡階段だって。あ、でもどっちにしろ上に行けそうな感じがしてるな。なんかそんな感じしない。どっちにしろ左側に繋がってるというか。そこ壊してもらって、オッケー。あ、上にあれがあるね、宝石。道を塞いでいたガラクタを片付けてくれたようじゃな。これで工場の入り口からも地下に入れるようになったぞい。サンキューじゃ、ルイージ君。ガラクタが片付いてすっきりしたところで地下の調査を再開してもらおうかの。少し戻って最深部を目指すんじゃ。すごい見てるじゃんね。お、どこ行った。ありがとう。でもさ、こっからちゃんとこっち行けるのかの確認もしなきゃじゃない。何かあったりとかはしない。入ってみよう。さっきのところじゃないのこれ。発着場、あ、やっぱりそうだよね、一緒のところだよね。こっちから、え、さっきはどっから入ってこようとしたんだ。んな、やった、嬉しい。あ、あっちの奥にも宝石がありますね。あれ、どうやって飛んだ。さっき入ったのここってことだよね、きっとね。なんかこの辺できることとかないのかな。
そしたらこっちに行っちゃっていいって感じ。うわ、何何、え、あ、行けないってこと。こっちから来て倉庫、あ、倉庫、倉庫からの発着場ってここか。え、待って、そしたらさ、これこっち進めないから反対に下がってけって言ってた感じだよね、きっとね。下に行けってことよね。進む方向違うみたいな。小山博士、ひどいよ。ここが発掘場でしょ？で、あ、でもさっきのところ？あれ？ん？あ、発掘場地下だからさっきのところとは違うみたいな感じなのかな？ガチ？うわ、なんか壊すところがどこか分かればよかったんだけど。わっ、どこどこどこ、なあ、なんで。で、またこれ爆弾、これ何、これ何か。まあ、とりあえずこれ引っ張ってみるか。はいはい、オッケー。これで壊してどうにかなる。え、動けないんだけどやっぱり小山博士からの電話だわ。もうね、動き止まると、あ、電話かなって。おー、ルイージ君、聞こえるか。どうやら秘密の入り口を見つけたようじゃな。おそらくそこから最深部に進めるはずじゃ。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。何が出るかわからな、通信側のようじゃ。時計の針を見つけ出すんじゃ。了解しました。だからまずはこの辺を漁って。え、怖っ怖っ、この人怖っ。はい、え、絶対なんかあるって。この人絶対なんかあるよ。時計の針って、まあ、このネジとかではないのか。え、何すればいいんだろう。はい、開けてみる。うわ、なんです。え、何、あ、テレサだ。え、あ、びっくりした。あー、爆弾をそこに仕掛けて、で、そっちに入って、で、それを隠してしまうと。なるほど、すげえ、そんなことができるんだ。え、じゃあこっちの先にとりあえず行けばいい感じだったりする。え、ちょっと待って、これさ、動かしたりとかはできないの。あ、できないんだ。そうか。あ、待って、なんかあるっぽい。あ、さっきのさ、やってたやつってこれじゃなくて、これじゃないかな。ここを開けてみる？はい、やっぱり？さっきの角度から見たのがこれか。じゃあ、テレサもどっかにいるってことだよね、この中に。っていうことではなくて？え、これ開けたもんね、もうね。あ、なんかある。あ、そっか、こっちにも、なんか隠してたか、2箇所。じゃあ、この子を開けたらテレサいる？あ、いないですね。あれ？なんか今、これ、バツ印、出てこない、何も。え、じゃあもういいのかな、普通に。これは、過ぎ去っていいのかい？よし。では、こっち行きますか。よし、進んでこう。え、砂回路？え、怖い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 。え、戻れる？うわ、あ、なに？あ、やった、戻れるは戻れそうな感じはするけどって感じか。でもこの子たち私を殺そうとするんです。これ金ピカだから何かあるとかっていう感じ。え、待って、ここ戻れなくなっちゃったんだよ、どうしよう。ほら、行けないもん、行かしてくれないもん。うわ、そういうこともあんのか。とりあえずこれは進んでいっていいのかい。何かあるわけではなさそう。しっかりこういうのは確認をしてかなきゃいけない。え、これは行っていいのかい。え、待って待って待って、あ、なるほど、そんな感じ。ちょっとすごいじゃんルイージ、めっちゃ滑り台楽しかったね。ずーっとこれ作動させててよかったんだ。てかこれ戻れるの？うわ、戻れない。なるほど。こっち、あ、なんかあるぞ。
なんかある、なんかある。もうらいこれの中にテレサがいるとかじゃない。テレサも欲しいけどこっちも欲しいわな。開けてみよう。何もない。ハートとかでも、おお、いいね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 、嬉しい。え、待って、まさかここボスとかないよね。うわー、出た。なんだい君は、何なんだい。とりあえず回収。他に見られるのとかはないかしら。ないね。じゃあ行きます。うわー、地下採石場だって。何、あそこの上に向かって行けみたいな感じだったりする。君も回収して、でここなんか確認したりとかできないか。じゃあ入り口からこうやって確認していくのはいいのかな。進んで、怖いよ。え、普通に進んでっていいの。あ、金塊だ、やった。ここは他には何もない。何もないか。ピカ。これ砂だよ。砂がある。普通に何もない。え、これはこの、これをなんか、あ、こうする感じね。はい。で、こっちに、あ、何、トロッコで引くとコインに変わるの、あの子たち。あ、違う。うわー、出た。ピカ。やった。回収したい。ちょっと待って。回収したいから。オッケーオッケー。まだいるんか。はい。この子も回収します。はい。またピカってしないと、ピカって。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ、もうね、この子たち苦手なんだよな。はい。そうそうそう。これで、こうやって殴ってくるからさ、苦手なんですよ、私。で、ここで、いっせーので、おいで。よし。で、この子回収。オッケー。で、ここまた殴られるふりをして、ピカ。よし。え、なんか HP がすごい少ない子だけど、さっき吸おうとしたのかな。なになに?2匹いるけど。2匹。2匹とも回収したい。よし。で、この子も回収。ピカ。待って、待って。コインがなくなる前に。ちょっと待って。コインがなくなる前に私は回収しておきたい。で、いいよ。殴られる。からのピカ。よーし。これでラストかな。あ、なんかさ、なんかどんどん足場がなくなってるというか、そんな感じしません？そんな感じは、してません。何ですか何ですか何ですか。この子、回収したい。うわ。あ、でももう、砂の動きが止まってるって感じかな。よし。で、ピカ。ピカしたい、ピカ。オッケー。2体同時はでかいぞ。あ、よいしょ。ピカ。来た子をどんどん吸っていけばいいもんね。この子回収。ほ、そこにいるでしょ、絶対。そこにいるよ。ピカ。オッケーオッケーオッケー。これで全員消えたかな。オッケー。で、あ、なんかいっぱいなんか書いてあったっぽいぞ。矢印マークとかもね、一瞬見えたよね。この子はテレサ、ここにいたんか。テレニーナ。あなたの背中の掃除機。いやー、来ないでちょうだい。いいよ。来ないでちょうだいしてあげたいんだけど、でもね、あなたをね、吸うとコインがもらえるから。ちょっとさすがにもらいたいんですよ、コインを。すーごいいっぱい。はい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 、逃がさない。オッケー。で、ここでいっぱい、なんか浮いてない、コインが浮いてるけど。よしよしよし、いっぱいあるいっぱいある、こっち。コイン回収、大事大事。はいはいはい。で、これラストね。最後もう回収してたか。ええ回復した、どうなってるのかちょっとわからない。回復しちゃったんだね、きっとね。で、この子を引っ張って、オッケー。すごい、撒き散らかすじゃん。とりあえず回収しといた方がいいか、先に、テレサを。よし。どっかに逃げられてもね、嫌だしね。オッケー。これと、この子と、他にはないかな？じゃあとりあえずこれ上がってみますか。あ、ここにもあるけど、上に行ける。あ、矢印があるよ。そうなんだよ。さっきその矢印が見えたからさ、なんかある。うわ、やば！嬉しい。これは、もう金銀財宝すごいじゃん。
で、こっちコインも回収。あとはいいのかな。え、戻ります。じゃあこっち行っていいんだよね、きっとね。いやー怖い。うわー、出たー、吸えない感じね。これどうしたらいいんですか。これはどっかしらに何かがあると思うんだ。あった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 、出てきたー、出てきたけど、ここはね、ほらこの子たちで、ほらコインももらえるしハートももらえるから、イエーイ。で、壊してく、燃やしてく、どんどん進んでく、倒してオッケー。で、こっちも倒して、うわー、これさー、うわ、登ってっちゃうのやだな。こっち側なんだ。うわ、ラッキー。え、ハートいっぱいあるけど、ラッキーなんですけど。あ、ここってさ、え、なんで、なんで、なんで、ちょっと待って、火消えちゃったんですけど、火か。え、あ、この子たちってさ、ライトでも消えるの。ちょっと待って待って待って、なんか弾ない。え、消えちゃったよ。私さっきのさ、燃やしてた、あたたたたたた、なんで消えちゃったんだろう。とりあえずここで、あ、こっちにも行けるな。こっちにも時間制限ありって感じだったりするのかな。よいしょ、時間制限、ここも開けて、やったー。道あるっぽいけど、あ、やった。うわ、素晴らしい。この方法で殺すと、ほら金塊になりますから。で、まあいいや、ちょっとこれを置いて、で、こっち側もつけられるんだよね。じゃあなんでさっき消えたかわかんないけど、うわ、時間制限か、やっぱり。で、ここは進んでいいのかな。あ、消えちゃったけど。何？遺跡最深部。なんか、ルイージマンション3でもこんな場所なかったっけ？あー、ちょっと待って。あんまり、いい、あれではなかった気がするけど。あれなんだっけな、ツタンカーメンかなんかのコースだったよな。3では、お砂場といえば。これ、何をすればいいんだ？こっち側になんかあるとかじゃないの？え、とりあえずじゃあ真ん中見てみる？周りは何にもなさそうだったけど、おお、すごい不安な顔してる。うわー、何ですか？お、すごい。あ、時計の針か。誰か遊んでんな。うわ、出たー。前は頭の中オレンジじゃなかったっけ？え、どこ行くの？ちょっと。あの子追っかけてけってことか。ヒューじゃねえし。そんなゆっくり歩いてなんか出てくるな、これな。うわ、ミイラじゃない？ミイラの顔見せてよ。ちょ、待って待って待って。待って待って。これ、パシャって、あ、違う。パシャってやって、ドドドドドってくるんだよね、確かね。で、ぶつかって、そうです、そうです。懐かしいです。これ3であったからね。オッケー。あ、すごいじゃん。カカシみたいになってたよ。なんかさ、3の時はこんな感じじゃなかったけどね、中身は。その、こっち来てもらって。ドドドドドドって来てもらって。はい、あったあった、そう。はい。で、ドドドドドドか、あ、これ、こいつに来てもらえばいいんじゃないか。で、ぶつかってもらって、ギリギリ的なね。何それ何それ何それ。はい、間間間間間、オッケーオッケーオッケー。ぶつかってぶつかって、よし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 、これで回収、オッケー。あ、ちょっと待って、ちょ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 、はい、この子を回収したい。ちょ待って、どこ行くの、どこ行くの、オッケー。で、君はこっち向き、青、こっち、よし、どこに走ってく。なるほど。なるほど。よし、ラスト1匹なんでね。オッケー。倒れましてのこれ。で、ピカするピカ。オッケー。この子が多分最後かな。もう2匹ぐらい隠れてたりする？よし。あ、違うね。これで終わりか。オッケー。お？逃がしちゃったけど、あの子を捕まえなきゃだよ。ルイージ君、無事？探して時計の針を
取り戻せなかったの？仕方ないの。あのお化けを捕まえれば一度戻ってくれ。やった無事に戻ることができそうですね。よかった、今回も死ななくてミッションコンプリート。で、じゃああの子が持ってったやつの味噌が青い子をまた追っかけていかなきゃいけないんだもんね。戻ったな、ルイージ君。なーに？ミイラの真似をしたお化けがいたのか。キャツラは仮装まで始めるとはよほど退屈しておるのか。うむ、まあよい。オバキュームをここに催促の仕方が雑になってきたな。さあここで、あ、2個だったんだ。ベストウェイト更新で、テレサも回収。1618ゴールド。うわ、あともうちょっとか。次回これまたオバキューム、あの、なんていうの、装備をさ強くできるのかな。しかし惜しいところで時計の針を持ち去られてしまったの。まあ心配無用じゃ。針を持ち去ったお化けは特殊なやつじゃ。ベースラボのレーダーで調べればすぐに見つかるじゃろう。その間ギャラリーに行って休憩でもしたらどうじゃ。ついさっきお化けたちが逃げ出そうとしていたようじゃぞ。へえ、マジ逃げ出したらまずくない？さすがすらまずすぎるだろう。あ、で次行くところが、あ、オッケー、これはねテレサ回収してあるんだよね。で次回がシーノさん時計の針を取り戻せということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。